こんにちは、ココです。今回はテルミメイの生涯についてまとめてみたいと思います。結婚願望が強い水影の印象ですが、どんな生涯を送っているのでしょうか。いろいろと闇深い霧隠れの里の幼なので、きっとヤバい過去もあるに違いありません。ココが徹底的に暴いちゃいます。それでは早速見ていきましょう。忍びとなるまでのメイ。ちぎりの里と呼ばれていた頃の霧隠れの里で育ったメイは、地獄のような卒業試験を受けた一人でもあります。そのアカデミー卒業試験とは、一人が生き残るまで殺し合いを続ける卒業試験です。なんとも悲惨な試験内容ですが、メイが忍びとなるにはこの方法しかありません。そしてこんな試験を突破したことで忍びとなり、後に水影として成長していったのでした。あまり幼少期のことは語られていませんが、壮絶な幼少期を過ごしてきたことは間違いないですよね。五代目水影就任後、メイが水影となってから霧隠れの里は大きく変わります。それまでの霧隠れの里は抜け人を多く輩出し、外交をせず里の歴史的なルールを遵守する四代目水影の矢倉までの代で築き上げた里でした。しかしこの霧隠れの里の閉鎖的で悲惨なルールのせいで多くの忍びを失ったとメイは考え、この汚名を晴らすべく手腕を振るうこととなります。ここからメイの水影としての活躍の始まりです。五影階段。メイが水影となり里のルールや風潮が変わり始めて頃に、大影から水影として五影階段に招集されることとなります。この階段は暁がキュービー以外の美女を捕獲し、切迫した状況で暁にどう対処していくのか決定する階段です。メイが霧隠れの里を離れるときは白眼を隠し持った青と、忍び刀七人衆の一人でひらめかれを身につけた小十郎を護衛につけ、階段へ向かいました。五影階段開始後、風影に茶々を入れる土影をなだめる一面を見せますが、大影から外交もせず暁発祥の地とも噂がある霧隠れが一番怪しいと疑いをかけられています。しかし四代目水影である矢倉が何者かの幻術によって操られていたことを明かし、ことを収めました。その後階段中に団蔵が階段の司会役である三船に琴天つかみを発動させ、幻術をかけたことが明らかとなります。この三船を操っていた団蔵の幻術と四代目水影である矢倉を操っていた幻術に何か関係があると踏んだメイは、青たちと団蔵を見張るためその場に残りました。また階段に乱入し団蔵の命を狙うサスケが登場した時には、お得意の養豚忍術で足止めと攻撃を仕掛けることで貢献しています。その後マダナを名乗るトビから月の目計画について聞かされ、人中力であるキラービートナルトを差し出して協力しろと持ちかけられることとなりました。しかしこの事態にメイを含む五影が断ったことで、トビから第四次忍界大戦の宣戦布告がなされたのです。第四次忍界大戦までトビからの宣戦布告をされた後、五影階段の中で忍び連合軍を結成することとなります。また人中力であるキラービートナルトは隔離しておくことと大影を総大将とすることに賛同し動き出しました。階段終了後、メイは不審な動きを見せていた団蔵を追っていた青を捜索します。青をようやく見つけると、団蔵の側近である根の忍び山中風に新天神の術で操られ自害しようとしていた最中でした。メイは間一髪で助け出すことに成功します。ボルトでは悪役になっていた青もここでは水影側近として愛されていたんですね。そして数日後、忍び連合軍について話し合うため五影が招集されます。メイは青と共に雲隠れの里へ向かいました。話し合いが始まった時、メイは綱手が火影に復帰したことに安心して次なる行動のアドバイスを意見します。敵のアジトの捜索について情報を統括する部隊を用意した方がいいと、戦闘部隊とは別に情報部隊を設置する起点を聞かせた案に他の影も賛同することとなりました。メイのアドバイスもあり、着々と忍び連合軍本部での準備も整ってきた頃、氷雨によって忍び連合軍の情報が飛び率いる暁に漏れていたとの情報が届きました。メイは相手も偵察ならば大きな動きは控える少数で来ると敵の動きを読み、結果的に連合軍側も少数精鋭で迎え撃つこととなり、撃退には土影の大野キラが迎え撃つこととなります。その後木の葉からの情報により敵アジトの正確な場所が判明、そこからどういうルートで侵入してくるのかが分かると、メイは長十郎に感知部隊の隊長である青へ急いで感知するように指示を促します。そしてついに忍界大戦が始まってしまうのです。第四次忍界大戦開幕。
戦争が始まるとメイは大名を護衛する部隊の隊長を任されることとなります。部隊は大名を護衛しつつ大名の居場所を敵に知られないため一定時間で5カ所の隠れ家を移動して回るという機動力が不可欠な部隊でした。見た目とは裏腹にかなりの重労働ですよね。しばらくしてこんなに移動していても黒舌に大名たちの居場所がバレてしまいます。しかし強襲される前にメイが不思議護衛部隊対黒舌の戦いとなりました。その戦いにメイは苦戦を強いられることとなり日をまたぐ戦闘となります。壮絶な黒舌との戦闘の最中ナルトが到着。ナルトは封筒螺旋手裏剣を利用した戦闘で交戦し螺旋手裏剣に気を取られた黒舌は超重郎のひらめカレーの一瞬で形状を大きく変えた攻撃によって一刀両断されます。その直後大名護衛部隊の一人であった知らぬい現場は本部から江戸転生により本物のマダラが復活したという情報を知らされメイは現場からこの情報を聞くこととなりました。この場は超重郎とナルトに任せメイは本物のマダラが出現したという場所へ元四代目火影護衛小隊の平石の術で移動します。ここからは熾烈なマダラとの戦闘の開幕です。五影 VS ウチャーマダラ。さあついにマダラとの戦闘が始まりました。戦いはマダラ優勢に動き佐野に対抗しようと五影もうまく連携を取ろうとしますが後手に回ってしまいます。綱手が深手を覆ったガーラと大の木を治療する間メイとエイが共闘して時間稼ぎをします。回復を完了した後は霧隠れの術で大の木とエイの姿を隠し攻撃をサポートするなどしました。今思うと霧隠れの術なんかじゃシャリンガンで対処されてしまいそうですが、そんな戦いは長引きマダラの果樹海鋼炭とカトン豪華滅出によって五影が力尽きかけてしまいます。唯一戦意を取り戻した大の木の限界剥離の術で樹木を消し飛ばして助けられました。その後は五影の連携によってマダラの木遁分身25体のスタノオをもしのぐが、その直後に披露された完成体スタノオによって完全に誠意を失ってしまいます。万事休すと思いきやイタチによってヤクシカブトの江戸転生が解除されたことで五影はギリギリのところで助かりました。しかしマダラは江戸転生の術者との口寄せ契約を解除する方法を知っており、カブトの江戸転生の解除は効きません。そして五影との戦闘に飽きたマダラは九尾を取りに行くことにし、五影全員を瀕死の状態にしてその場を去ることになったのです。壮絶な激闘はマダラの勝利で終幕し、メイを含む五影たちはどうなってしまうのでしょうか。第四次忍海大戦終戦へ。マダラが九尾を捕らえに向かったしばらく後、メイ含む五影が倒れている場所にオロチマル一行がやってきます。どんな悪さをすることやらと思いきや綱手に治療を施しました。オロチマルに救われた綱手は他の影たちも医療忍術で回復させ再び戦場へ前戻ります。メイは戦場に着いた後は十尾の元となる真珠を切り倒すため水影として霧隠れの忍びを鼓舞する様子が描かれていました。しかし忍び連合軍の健闘虚しく十尾が復活しマダラによる無限月読みが発動されてしまうのです。当然メイも受注に落ち、無限月読みの中では他の影たちに言われながら結婚している夢を見ていましたね。なんともメイらしい夢ですよね。そしてナルトとサスケにより終戦へと向かいます。終戦の後のボルトの世界でのメイはというと、水影は引退しており水影の座は側近で活躍していた超重郎に引き継がれています。そして体型はスレンダーとは言えないおばあちゃん体型になり、今季はまだ到来していない模様でした。次描かれる時は幸せな家庭が築かれていると微笑ましいですね。まとめ、いかがでしたでしょうか。あまり描かれるシーンは少なかったかもしれませんが、意外に頭の切れる描写があり頭脳派な忍びだったのかもしれませんね。皆さんはメイのどんなところが好きですか。コメント欄で募集中です。メイと結婚するのは俺だっていう方はチャンネル登録して婚期を獲得してください。